こんにちは、ドクターネックスです。さあ、いろいろ問題となっているアリーナわかんないですけども、アリーナ指令、星6確定ガチャチケットなんだけど、ちょっとね、仕様が違うということで、これが、無印の星6確定ガチャチケット。何でも出ます。こちらが、星6確定ガチャチケットアリーナエディション。僕はあと3つになりましたね。で、今まで買ってなかったので、ゴールドライセンスをちょっと購入して、で、キャラを強化していこうかなと。思います。そしてここでブレストルガチャチケット10枚、英雄覇者、まあ、とりあえず購入。まあ250だからね、まあまあまあもらえる英欲で買っちゃおうかな。はい、で僕はアイゼンを私の霊圧で自戒しろ、強化しようと。あ、なるほどね。7まで上がったけど負けると下がるって、そういうことか。マジか、10まで上げると全部使い切るのか。正直もったいないな。今でも勝てるからな。正直真先にぶっ込んだ方が全然強いと思うね。始めよっか。あ、いける。っていうか、この英雄とかは どうしようかな。まあ迷っとくか。これはどうやったらまだもらえるんだ。ここで英雄発射、まあ3200万円貯めると2キャラできるのか。きつ。マサキを使うと非常に簡単にいけるんで。私の霊圧で自害しよう。今、ゴールドライセンスをゲットすれば、今僕2180ポイント。これはですね、初期から、開始日からやってる方であれば、大体みんなこんな感じだと思います。このポイントは1日で獲得できる量が決まっていますんで、大きく伸びている人っていうのはいないはずです。で、非常に分かりづらいんですけども、アリーナポイントっていうのはこの右下、この200分の0で、何時間後に10回復っていう感じでポイントが徐々に増えてきます。なので1日に獲得できる量は決まっていて、この回復するっていうのは貴重なので必ずやるようにしましょう。これをやっていかないとこのアリーナポイントは溜まっていきません。で、勝たない限りキャラは強化できません。今ランク6の、550ですけれども、勝つと500上がって、ランクが7になります。で、下がトロフィーですね。で、トロフィーの数で、スコアを、ランキングを競うということですね。
して、非常に分かりづらいのが、キャラクターをランクを上げることによってゲットできるのがアリーナメダル。アリーナメダルは、獲得してこの、なかなか手に入んない覇者の証、エケスの証、あとは星6確定ガチャチケット、ここら辺が手に入るようになってますと。だから ランクを上げていくとこうやって、アリーナメダルがたくさんもらえるようになるんですけれども、実際ねランク10まで上げるのは相当きついもんなので、いろんなキャラをランク2、3まで上げてアリーナメダルをたくさん集めるっていうのが一番手っ取り早いんじゃないかなと思います。あとは、リーグでリーグのランキングで、トップであればアリーナメダル1500、2位で1200というような形でアリーナメダルがもらえます。でさらに、もう一個アリーナ、コインこれ、ね、だからアリーナコインとメダルと、ポイントがあるんです。非常に分かりづらい。アリーナコインの方はこのキャラクターを強化するのに使うと、レベル6、7、8、9、10までやるのに、1万コイン必要で、僕は今1万2970あるんで、まあ、強化は可能。ただやらない。そうか、7まで行くと減るとか、負けらんねえな。ってことは、ランク10まで上げるの相当きついな。どういうことですかね。あ、ここでもメダルがもらえるね。これがね、ほんときつい。自分の得意なキャラとか、いけるキャラは、簡単にパパッといけるかもしれないけど、この力技、で、特にね、強い、まさき、大越、まさき、時灘、あとは、グリム。ここは心属性だし、まあ、地もね、ある程度楽かな。1号がいるからね。10年1号がいるから。あとはあれですね、おすすめなのは、心と地のキャラクター。どうしてもね、力速技は苦手属性の敵が全然倒せなかったりするんで、ダメージが減らない地と心っていうのは非常に有用だと思います。さらに、潜伏してる敵とかガードする敵がいるんで、現状環境最強はマサキです。全然強化しなくてもこいつの方が全然強いです。っていうレベルで、めちゃくちゃ強いです。能力として、バフバリア付き、そしてスーパーアーマー、敵ガード無効、潜伏無効。アリーナではスーパーアーマーが非常に重要になってきます。というのも、例えば、5周年白夜で強に撃たれるともう動けないんですよね。瞬歩して逃げようとしても追尾してくるから、どうにも動けなくなるんで、スーパーアーマーだと構わず逃げられたりとか、構わず攻撃できて相手を倒せるというところがあるんで、スーパーアーマー非常に重要ですね。で、敵ガード無効もあるとかなり便利。潜伏無効もあると便利。そして、バフバリア。バフも便利だし、バリアも便利だし、っていうので、マサキ最強です。で、マサキは自分で使うのもすごい強いんだけれども、敵に回すと非常に厄介で、死ぬと最初に初手でこいつ強二を使ってくるんで、バリアですね。バリアとバフ使ってくるんで、死ねば必ず無効バフが入るんですよ。なおかつバリアがかかってるんで、倒すのにちょっと苦労する。レベルの上がったマサキだと、本当にめんどくさい。相手の動きを止めようにも、スーパーアーマーなので止められず、バシバシ攻撃をしてきて、こっちがやられるっていうことも多々ある。本当に敵にしたくないキャラクターですね。敵のメンバーがマサキにとかだと、もうその時点でもうやる気がなくなるくらいに、マジかよみたいになりますね。っていうぐらいに強いキャラかな。まあ、現状は、一番最初僕もね、通常攻撃特化キャラはヤビミオでしょうと思ったけど、いや、そんなことないです。
通常攻撃、まあ、特にスーパーアーマー持ちっていうのが非常に重要になってきますね。なので、まあ結局ね、キャラいっぱい持ってる人が強いだろうね。で、勝たないとポイントが手に入んないから、好きなキャラでクリアしていくっていうのは非常に困難だと思います。行こうか。あ、5まで上げてる俺そうか、道理でここが強くできなかったわけだ。はい、これでスーパーマンで、通常特化キャラずるいのは、スーパーマン持ってない人は、5番目でスーパーマンもらえた上でレベル10だと通常攻撃 30% アップがもらえます。他のキャラは、例えばアイゼンとかはレベル5で10、そしてレベル、10で、20%、 トータル 30% アップ。だからトータル 30% アップするのが決まってるんだったら、新しいアビリティもらえてる連中の方が強いじゃん話になるんですよね。で、もともとスーパーアーマー持ってるマサキとかは、通常10、20でトータル30、同じく、ネリエルも10、20。もともとスーパーマン持ってない王越は、スーパーマンで最後攻撃30アップ。ずるいよね。っていうとこですかね。まあ、とりあえずこの25回ずつを頑張って終え、そしたら自分の好きなキャラばっかり使ってみようかなと思っています。いやー、つまんないね。声を大きくしていよう。つまんないね。苦痛だね。レイドはまだ、キャラクターを強化できるのにつながるけど、こっち、アリーナでしかないから、本当にね、あと本当、勝てないと全く育たないから、本当に苦痛。早く調整を希望します。勝てなくても育成が進むようにしないと、多くの人が辞めちゃうと思いますね。ぜひご検討お願いします。はい、今回はここまで。以上、ドクターネクスでした。お疲れ様でした。私の霊圧で自戒しろした。